石岡郁美、2号艇金子七海、3号艇渡辺由美、4号艇中北亮、5号艇森田人、6号艇野田真月、以上6選手の対戦です。定番通りに収まっていきます。1号艇西岡郁美がインコースに構えていきます。展示体も良好な数字、足は悪くなさそう。ならばここは勝って流れを変える一走とするか、1号艇西岡です。そしてどこまで踏み込むことができるか、2号艇金子七海が2コースに、そして注目3号艇渡辺由美センター3コースに収まります。2021年の女子戦線をリードする存在の一人であります、3号艇渡辺由美。ここは反撃開始とするか、3号艇渡辺であります。ここまでがその4号艇中北亮が4コースとの位置、5号艇森田理子が5コース、6号艇野田奈月大外6コースです。爆弾通り2つに分かれて3対3、現在ホームゆりやかな向かい風、風速は2メートル前後です。角の4コース4号艇中北、一方1コース1号艇西岡郁美、注目渡辺由美はスローの3コースからタイムです。3号艇渡辺由美が2日目で清水発祥をしていることになりそうであります。